もレンです。アイゲンです。はい、レンちゃん。はい、僕の愛車の TB250R とうとう1万キロ突破しました。イエーイ、おめでとう。すごいな、あの初心者ライダーのレン君が1万キロ。はい、1万キロってどれぐらいですか？1万キロね、僕ら一回東京から大阪まで下道だけで帰ったことあるじゃないですか。はい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 、あれがだいたい1000ちょっとぐらいだったんですね、往復で。はいはい、それを10回やるぐらいの感じ。10回、10回、それがすごいことですね。はいはいはい、まあ1万キロ走破しましたので、はい、この TB250R インプレッションさせていただきたいと思います。わー、まずね、はい、この見た目の部分、はいはいはい、僕すごい好きで、うん、このスポーティーでコンパクトにまとまったフォームすごくかっこよくないですか？かっこいい。そしてね、うん、このエンジン周り見ていただきたいんですけど、はい、エンジン周りすごいスタイリッシュにまとまってるにもかかわらず、存在感はしっかりあるじゃないですか。確かに。なので初心者からすると、はい、ちゃんとしたザ・バイクっていうような感じ。確かにね、だってさ、はい、僕らってさ、バイクってヤンキー漫画でしか知らんやんか。そう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 、で出てくるバイクって感じするもんな。でしょ、うん、だからもうこれ僕はバブって言ってるんですけどね。あ、はいはい。マイクやないかいっていう、そのゴミを。ああ、はいはい。はいはい。はい、マイキーやないかい。あ、遅い。この CB250R、ホンダさん曰く、はい、ネオスポーツカフェっていうジャンルみたいなんですね。うん、ようわからんけど、うん、ネオスポーツってことは何？スポーツしながらその上で紅茶とかコーヒー飲むみたいな。ああ、そうそうそう、ここでね、バスケとかしながらお茶飲む。はい、ネオだよそういう感じただの貴族。このバイク2019年モデルなんです。はいはい、2018年モデルから、うん、マイナーチェンジした部分がありまして、ほう、それがまずこのステップの位置が、2018年モデルは、はい、この足をストンと下ろした時に、うん、すごいこう干渉してて足つきが悪かったと。それが2019年モデルは少し後ろにずれたんですかね。なるほど。で、足をストンと下ろした時に干渉しなくなった。なるほど、いいじゃないですか、レン君。はい、干渉しなかったらさ、シート高から比べてもさ、足がつきやすいから、シートが低く感じることができるもんね。そうですね、1万キロも乗ってますと、はい、ちょっとここダメだなって思う部分が見えてくるわけですよ。なるほど。まずシートですね。はいはい、シートがちょっと硬い。硬い。硬いんですよ。またがってる時に、はい、内太ももの部分ですか、はいはいはい、がちょっと角張ってるので、うん、刺さるんですね。突き刺してくるとちょっと痛いかなっていうところがありますね。なるほど。はい、続きまして、この積載量がね、やっぱ少ないんですよ。あー、なるほどね。まあ、これは見た目のところをスタイリッシュにするっていう目的があると思うんですよ。はいはい、ここに見た目はかなりスタイリッシュでかっこいいんですけど、はい、やっぱり荷物が乗せれないっていうデメリットがありますね。はい、なるほど。ってことはさ、レン君、やっぱり大間の本マグロとかちょっとやっぱ乗せられへんってこと？大間の本マグロは乗せられへんな。うん、じゃあちょっとあかんな。うん、あんま乗せる機会ないけど、積載量が少ないので、はい、僕はこのリアキャリアをつけてます。なるほど。これをつけることによって、まあ、リュックサックぐらいのね、うん、サイズの荷物をここに乗せてネットで縛る、はい、っていうような形で僕は使ってるんですけど、はい、それぐらいはできるようになるので積載量アップします、はい、最高。気になった方はリアキャリアについて説明している動画が別でございますので、はい、ご覧いただければなと思います、はい、続きまして、このフェンダーがダサいと。確かに、ね、見た目がスタイリッシュなだけに、はい、ちょっと出てる感じがちょっとダサいなって僕も思います。あー、確かにね、出っ張ってるもんな。出っ張ってやつかな。まあそうかもしれないですね。ってやつね。それはあったしやかも。なので僕はちょっとこのフェンダーをレースしてしまおうかなと。ああ、なるほどね。矯正しようと。まあそういう感じで、まあ、カスタマイズすればね、自分の好みに合った形に変えれますので、はい、大丈夫かなと思います、はい、これもね、本体がスタイリッシュだからこそなんですけど、はい、マフラーがやっぱでかいんですよ。確かにでかいな。パッて見たら極端にマフラーだけでかってなるじゃないですか。確かに、その一物はちょっとでかい。バイクの一物やからな、マフラーって、まあね、男としてはね、すごい誇らしいことではあるんですけど、はいはいはい、ちょっとでかいので僕はもうちょっとコンパクトにしたいなと。なるほど、ね、マフラーを変えてね。なるほどね。あのあれですか、お揃いにされるっていうことでいいですか。あ、こう変えた方がいい、ね、それぐらいはちょうどいいと思う。じゃあね、この CB250R 実際に乗って走行していきたいと思います、うん、はい、それでは行ってみよう。
じゃあね、じゃあ走り始めましたけど、はい、走ってて思うことは、うん、加速感がすごいいいんですね。はい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 。だから信号で止まってて走り出しとか、うん、渋滞で引っかかった時の走り出し、うん、がとてもスムーズにできる。それはね、すごいいいところですね。まあ短気筒たるゆえんいうとこですね。そうですね、まあやっぱり低速トルクが強いっていうのはあるんですね。はい、一回止まるでしょ。はい、でこっからアクセルを開いてスムーズに発進できる。なるほど。間違いにも向いてるんじゃないかなと思いますね。確かに信号が多いんでね、止まるたんびにスムーズに加速できると。低速トルクが強いっていうところで言うと、短気筒っていうのもあるんですけど、振動はね、来ますね。確かに振動が来るのを僕も感じてて、よくケツ割れるケツ割れるって言ってるじゃないですか。言ってますね。はい、それは軽減できるねアイテムが何個かあるみたいなんでご紹介させていただくんですけど、はい、まずこのお尻の下に引く、うん、まあ、ゲルシートみたいなのが売ってるらしいですね。なるほどね。それを引くことでこのお尻に来る振動を軽減できると。はいはい。それ僕知ったんで買おうと思ってケツ割れるから、はいはい、まあどれぐらいなんかなっていうのをちょっと試してみたいところですね。確かに。他にはなんかこのハンドルの先っぽ、うん、バーエンドにつける重りみたいなのが売ってるみたいで、うん、ここを重くすることで手にかかる振動を軽減できるみたいです。へーっていう商品もあるみたいです。なるほどね。結局一番その振動を軽減するのにいいのが、うん、厚めのグローブと、はい、厚めのブーツ、はい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 、履くっていうのが結局一番いいみたいで。なるほど。僕あんまり手と足の振動感じないんですよ。あんまりしんどくないんですけ ど、 どそれ多分厚めのブーツ履いてるのと、はい、グローブも結構しっかりしたものを使ってるからなんかなと思ってあ、そうなんや、うん、いや完全にさ手の感覚と足の感覚ちょっと死んできたのかなと思って。ちょっとそれはあるちょっとだけあるそれは。はいはいはい。でね、この CB250R ね、うん、やっぱり軽い軽い。教習所出たばっかりの初心者の方は、うん、多分教習所のバイクしか知らないと思うんですけど、はい、CB400 スーパーフォアって大体200キロぐらいあるじゃないですか。まあ200超えますわね。でこのバイク車重が144キロ、はあ、教習所でスーパーフォアを押してて、うん、この CB 変わって、うん、これを押した時の感動ったらないですよ。マジっすか。めちゃくちゃ軽い。確かに。144キロやろ。うん、僕ならだって持ち上げれるもんな普通に。ああ本当ですか。ちょっと今持ち上げてもらって。いや持ち上げてみたいところやねんけど、やっぱちょっとあのね走り始めちゃったからな、止まってる時に言ってくれればな持ち上げてんけどな、やっぱなそこら辺がなちょっとな、うん、やりたかった。でねやっぱり軽いんで、うん、峠道を走る時とかも、はいはいはい、やっぱスラスラ曲がれるんですよ。ケンちゃんと一緒に走ってたら僕いつもコーナーで差をつけるでしょ。ああうん、そやな。いや、そこやないか。あの、そういうのちゃんとネタ合わせしてから言ってもらう。いや、そこは関西人の腕のみ。先の低速トルクっていう話でいくと、はい、一速に落とした時のエンブレが強い。あー、なるほどね。うん、エンジンブレーキがすごいかかるので、はい、急にこう、一速に落とすとガクッてこう止まる感じはしますね。なるほどね。これも乗ってるうちに正直慣れてくるんですよ。はいはいはい。もう僕はもう1万キロも乗ってますから、はい、こいつのね、特徴を把握してるわけですよ。なるほど。どれぐらいの間で落とせばスムーズに行くのかってのが分かるんで、おう、まあ、乗ってるうちに慣れてくるかなと思いますね。上から来るやつ。はい。もう1万キロ乗ってます。あとね、メーターなんですけどね、はい、かなり視認性はいいですね。はいはいはい。しかもここのメーターかなり機能的になってて、うん、例えば燃費が分かったりとか、うん、走行距離が分かったりとか、はい、トリップメーターがついてるので、はい、今回のツーリングでどんだけ走ったかを測れる、はいはい、みたいな機能がついてます。いいですね。であとラップタイムを測れるんですね。おー、なるほど。だからタイマーがついてるんですよ。はい。スタートして走って止まって何秒かかったかみたいなのが分かる。なるほど。サーキットとか行かれる方はまあすごいいいんじゃないかなと思います。メーターのことで1点だけ懸念点があります。はい。シフトエンジケーターがついてないんですよ。なるほど。だから僕もね最初の頃はよくあったんですけど、うん、今何速みたいな、うん、何速かが迷子になるっていうのはありましたね、はい、あ、なるほどね。うん、CB125R の方がついたらしいんで、もしかしたら次のマイナーチェンジつくかもしれないですね。つくかもしれないですね。はい。ついたら結構ね、クオリティオブライフ上がります。マジで。じゃあこんな感じでね、今回 CB250R の僕の乗った感想についてね、話させていただきましたけど、はい、まあまだこれ全然ね、一部なのでね、はい、まだ
だまだもう僕が1万キロ乗ってきて思ってることはございますと。なるほどね。今回の動画で収まりきれなかったこととか、はい、CB ってどんな感じなんかなってもう気になってる方がいれば、はい、ぜひねコメント欄にコメントしていただければ、はい、回答いたしますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今回の動画はこんな感じで締めさせていただきたいと思います。はい、今回の動画がね参考になったとか、うん、面白かったという方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、ではこの辺でお別れしましょう。バイバイ。 CB400 スーパーフォアって大体200キロぐらいあるじゃないですか。まあ200超えますわね。そう、超えますじゃないですか、はあ、超えますじゃないですか確かに超えますじゃないですね。超えますじゃないですか、はあ。